さあそれでは、坂口誠二さんと延長戦でございます。もうあの蔵前の猪木さんとの試合同様ですね、ちょっと10分間の延長戦を申し込みたいと思いますが、坂口さん、息子さんが2人いらっしゃって、まあ、長男幸男さんと次男が健二さんで、で実は僕は幸男さんと同じ年なんですよ。ああ、そうですか。はい、で、あの父親がちょうど、まあ、坂口さんと同い年で、なんか本当今日はね、お父様とお父さんとお話をしてるようなそんな心境なんですけど、まあ、あのさっき実はね、ちょっと打ち合わせの時お話ししたのが、その昔のね、昭和48年のゴング、月刊ゴングをちょっとめくってると、うん、その幸男さんが生まれる前に、あの猪木さんと坂口さんが会話をしてて、で猪木さんが坂口、男と女お前はどっちがいいんだみたいなことを聞いてたら、坂口さんが、いや健康だったらどっちでもいいですよと、男でも女でもいいですよっていうようなね記事が載ってて、なんかすごくね、ああ父親の気持ちってこういうものなのかなと思って子供いんの、僕はいないんですよ。だからなんかすごくこうあそうか、まあ本当そうと思いますよ。どちらでもね、この子供、ね、満足でね、まあ、はい、それで健康な子供生まれや、本当、まあその頃はそう思ってましたよね。今でもそうですけどね。あ、そうですか。いや、その2人ともねすごく活躍してらっしゃるじゃないですか、うん、分野は違えど、どういうその子育ての方針というかっていうのは、坂口さんはほら巡業でほとんど家にいないわけじゃないですか、ね、ちょうどね、だから女房が母親代わりであり父親代わりでね、あれして、まあだけどその何かあると噂するとお父さんに言えよって言うと、やっぱこう二人ともこうちょっとこう言うこと聞くんですか。だからそういうのがあって、そこはやっぱりあの小さい時にやっぱ授業が帰ってくると、まあ子供も喜んで、ね、うん、でいる時間はもうなるべくいて、はい、一緒に食事したり、はい、旅行行ったりって、はい、そういうをやってましたよね、ずっと。まあ、中学ぐらいまでかな、高校ぐらいのためにな、離れていきますけどね、そういう接し方して。まあ、今でもその時々来ますけどね、二、はい、人ともね、はい、あの家庭中の、なんかこうすごく親父、おふくろちの、はい、両親ちの大事にしてくれてるしね、あ、まあ、長男なんか特に孫がいるから、はい、孫が連れてくれや、ね、女房なんかも喜びますから、まあ、本当そういう、それはせめての親孝行っていうか、じいさんばあさんちでね、じじばばって言われるのがね、そのね、二人とも嬉しいみたいで、でもその反抗期もあって、うん、結構幸男さんも健二さんも大変だったんですか、その頃は。まあそれほど、まあ、幸男の場合はねちょっとね、あの元気が良すぎてね、はい、喧嘩したりね、はい、学校低学になってして、いつも女房があの学校行ってね謝りってしてたんですよね、はい、でそういうのが坂口さん知った時っていうのは、うん、どうやって怒ってたんですか。いや喧嘩そんなに怒らなかったですね、まあ、あのお母さん迷惑かけんなよって言われたね、で、あんまりそういうあれはしなかったですね。あ、だからその賢治なんかもその逆に兄貴のあれを見てるから、賢治、うん、なんか逆にこう要領いいっちゅうかな、うん、そういうのあんまりいなかったみたいですね。でもやっぱ怒るときはもう割と大きな声で叱りつけるっていう感じだった、うん、なんか二人とも親父から2回ぐらい投げ飛ばされた、蹴飛ばされたってなんかなんか言ってたんですけどね、まあ、まあ自分は覚えてないですけどね、まあ、そういう手出したいなんてしなかったですけどね。そうですか、まあまあ、だって昔のシリーズの日程見るとすごいですもん、1ヶ月に1日ぐらいしか休みがなくても大体出っ放しなんですもんね。出っ放しね、すごい、もうじゃあ週1ぐらい地方で休んでね、はい、自分その時なんかもう週1仮に福岡なんかで、まあ、大阪やってしますね、はい、休みだと俺と井上さんなんかもバーッと新幹線から飛行機からから帰ってきて、会社で仕事してまた来る日次の巡業地に戻ったりね、それとなんか仙台あたりで終わるとその晩夜行列車であ東京戻ってきて、東京戻ってきてね、12時に出て朝6時に着いてね、家、ええ、帰ってそのまま会社行ってね、なんか仕事して、ええ、また質疑のとこ行ったりって、もうそういうことやってたんですね。ほんと一つ聞いてでっぱい閉めるときあった、そういう授業あったんですけどね。いや、そのお子さんの顔見る暇ないじゃないですか、で久しぶりに会ったら随分また大きくなっててびっくりしません。だからやっぱあのそのって要は金曜のね、はい、金曜の8時の頃やってたから、はい、うちなんかそのこう正座して、まあ、
親父の試合こうテレビで見てたらしいですよ、はい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 、だから本人もよく言ってますよ。ケンジなんかもなんかよく喋ってますね、うん、こうなんかだからあったらなんか他人みたいだって、ね、あテレビの中の坂口誠二がみたいなそんな感じなんでしょうね2人ともあのプロレスラーになりたいっていうのは子供の時からあったんですか、うん、なんか長男の場合はあったせいけない場合はね、うん、だから柔道だから柔道はもう自分がほらやっぱり柔道やりしたかったから男から、はいはい、中学校から2人ともね、はい、やらしたんですよ。やっぱその柔道の道中をね、うん、こうやって、うん、で先輩後輩とかそういうちゃんとした教えたいから、うん、そうやってて、で雪をやりたかったみたいだけど、まあ高校卒業してその道場練習期待してて、うん、さあやっぱお前チビだからダメだって言われて、それは坂口さんが言ったんですか？違う俺じゃないよ。誰が言ったんですか？なんか何人か言ったのがいますよ、はいはい、親父の名を汚すんかとかね、はいはい、あの頃それでなんか残念があってね、全然やらなかったですけどね、だからあの道場練習って、まあ、みんなから買いがられてたんですかね、ちょうど、はいはい、ライガーとか船木とかあの時代ですからね、はい、橋本さんとかあの時代ですか、武藤さんとか、ちょうど俺ほら道場近かったからうち近いからみんなうち選手休みの時遊びに来て、うんうん、飯越してくれたりして、はい、でちょうど幸男も健二もそのみんな船木とかライガーとかあの時代人間といっぱい遊んでたんですよ。そういう中でやっぱお前もプロレスやれよとかなんかライガーなんか幸男なんか誘ったみたいですね、うん、本人もそういう気になってね、中学校卒業して高校卒業したら、はい、あのやろうとかと思って、その幸男さんが今まあ格闘技を通過して今プロレスやってますけども、うん、その試合っていうのをご覧になったりするんですか、伊藤さん。いや、スカパーでね、はい、時々やってんのね、何回か見たりね、ビデオもらったり、ちょっと、はい、試合のこの前の両国に試合、はい、ビデオもらって見たりしてね、やってるけど、うん、まあ、でまあ、自分も大きな、まあ、ただ、一生懸命やってる、そのところさが見えてるからね、はい、まあ、ね、強いの弱いのは別にして、うん、ただ、彼なりに、勢いなりにその一生懸命プロレスをやってるって、それ見ればもうあれと思いますよ。本当はやりたかったんだからね、ちょっと遠回りしてね、はいはいはい、今やってんだけどね、はい、あとはそのケンジさんもプロレスがもう好きっていうのがすごい伝わってくるんですよね、うん、であの東京ドームで坂口さん試合された時も応援団長でこう一緒に来てやっぱあの息子さんケンジさん見てる前ではやっぱりもう頑張んなきゃってお気持ちになりました、うん、やっぱりあの名古屋からね、名古屋と東京が2つやったからね、はい、はい、やっぱ親父すごい親父だなっていうのはね、そういうのをね、ダメな親父だって思わせるよりよ、やっぱすごいな親父はっていうところをね、やっぱ見せなきゃいけないっていう、そういう気持ちはある中でのこうファイトですからね。いやでも本当坂口一族って言ってますけど、本当にあの結束の強さみたいな感じますよね。そうですか。はい、じゃあもし女房がしっかりしてますから。そうですか、女房のおかげです。鍵を握ってるのはお母様なんですね。そういう時は間違いないです。ぜひ機会があったらお母様もこの番組に来ていただきたいですね。いや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 、すいません。じゃあということで延長戦を以上でございます、はい、坂口誠二さんありがとうございました。